その体操は気持ちいいですね。近くて遠い世界の少女たち。おお、なんかすごいことになってる。大家さんは思春期ですね。かなり昔じゃないですか、これは。2000年代。そしてラブラボですね。アニメ化2013年。おお。さらに。作品は小森さんですね。断れない。お、そうなんだ。ウッチ初登場？小森さんは断れないですね。キララだけじゃなくて漫画タイムま本体まで。コラボしています。元気が一番、食い物2番。キララ要素があるんでしょうね。おはよう。どう、役に立つ。すごいわ。順当な結果だ。お、タイトル戻っちゃった。近くて遠い少女、世界の少女たちキャンペーン。なんでしょうね、これ。しっかり練習すれば不安も。おはよう。無事帰ってきたよ。そうなんや。私がいなくよく来ました。じゃあ行ってきまーす。よーし、頑張っていくぞ。武器がなければ勝てない。それはここでも一緒。少したありがとうです。とても助かりました。しっ、ありがとうございます。すっごく助かりました。120個もらえるんですね。これは引くしかないです。召喚。おはようございます。噛んじゃいました。キラーフォワードもあります。欲しいな。あえてフォワードのステップアップガチャやろうかな。
っとこの引くのはステップアップガチャやった方が美味しいような気がします。なぜなら限定で出たキャラって専用武器は持てなくなったにありますからね。汎用的な星を持ってた方が強いです。お、なんだろう。少しいいけど。そんな。いいえ。だから。私ですか。大変なこと。空が命じます。誰？近くて遠い世界の少女たち。誰かと一緒に作るのってとても楽しいですね。社員クエスト。男子の欲しいもの。余裕で知ってるよ。恋愛の達人だからな。ラブラブだけに。イタリア観光。でかい。そうよ。まあ、そうだな。ところで、いない。10日間。そうね。私も一緒に頑張ります。スタンプラリー。いえ。もう。しつこいよ。熱いけ。私だってやる気ですよ。これを使えばいいんだよ。
そうだ。ここまでです。頑張れみんな。守りもしっかりしなきゃ。負けない。全員全体攻撃だ。倒しちゃいました。みんなのおかげ。このようにコロクみたいに、メイドコロクみたいに。倉橋莉子、足の速さには自信があるけど、髪のアレンジとかも好きだぞ。まさか専用武器を持てないとかありますからね。なんで、あ、今度は。こちらの属性。月属性だ。私に任せときな。皆さん、うん、そうだね。はあ、はい。そうだね。いいですね。そうだな。誰？何か手伝うことない？うん。おう。ありがとう。おお、ジェイちゃんかわいい。そうね。誘拐ですね。そうだな。そうですね。そうだね。うまくできるかな。やられる前にやっちゃえ。そうですね。いや、そういうゲーム。守りもしっかりしなきゃ。何があるかわからないからな。マジ？まだまだ行くぜ。これをこうして、ああして、こうだ。きっと大丈夫。ほら、手貸すから頑張りな。これで勝てる？勝てちゃう？戦闘開始ね。私が力を貸すわ。負けませんよ。食らうがいいですよ。もう一体倒せた。弱気になっちゃダメよ。きっと大丈夫。やりましたね。こんなことだってできますよ。落ち着いて、今は耐えるのよ。ジャパニーズサムライの技です。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。私の占いを信じて。
はようございます。一緒に踊りましょう。ましょう。10万勝利の打ち上げに行きましょう。マキの恋愛研究、テーマは悪くないのにアレンジがひどすぎる。3節です。そうね、うん、はい。なんだろう、クロム、え、なんか取っていった。なるほど。待てー。おう、もう縦に動く。待てしたい。やり。ゲットってあんたが取るんかい。お姫様抱っこ。いや、手がつぼめる。男子の欲しいもの、余裕で知ってるよ。恋愛の達人だからな。4節です。はい。お、まあうん。銀の歌？待てー！ふざけんな！え？やだ！それで
チェいいな。そうね。うん。そうだな。ありがとうございます。どう？まあ。でも。ちえちゃんかわいい。お前いいやつだな。うん。マキの恋愛研究テーマは悪くないのにアレンジがひどすぎる。5節ですね。皆さん旅館ですね。いいですね。本当。ストレート。うん。いないかな？いるよ。え？何？まあ。それは？そんなもんよ。そうだね。倉橋莉子、足の速さには自信があるけど、髪のアレンジとかも好きだぞ。バトルしなかったですね、ここまでは。ということで、5節前半まで終わりました。召喚行ってみよう。おはようございます。噛んじゃいました。ケアタイムとフォワードの10回召喚です。開きますよ。
校暮らしばっかりですね。全然ダメだよな、これ。さあ、星を来た。星をもですね。誰？初めて見るキャラクターですね。全然ダメだ。ダメっぽい。はじめまして、コウナギユイです。マッサージに料理に何でも任せてください。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。次行きたいかな。アルケミスト？キララファンタジア始まります。私だって少しは鍛えてますから。ということで、料理を誰かと一緒に作るのってとても楽しいですね。近くて遠い世界の少女たち、シナリオクエスト前編をお送りいたしました。マキの恋愛研究、テーマは悪くないのにアレンジがひどすぎる。次回は中編になるのかな、こちらをお送りしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。今まで遊んだキラーファンタジアの記録の動画、プレイリストに載せております。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターもやっております。こちらも説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。